イタリアの、はい、サルデーニャ島ってあるじゃないですか。はい。サルデーニャ島の、はい、島の首都というか、それがカリアリっていう町なんですけど、はい、で私の友達がそこの出身で、私ミラノで大学院出てるんですけど、はい大学院の時の友達で一緒にサッカーやったりとか、いろんなことを一緒にやって、はい、で、卒業してからも定期的に一緒に飲んでるやつがいるんですけど、はい、でそいつがね6年ぐらい前に、結婚してその結婚式に呼ばれた時なんですよね。で、はい、カリアリ地図で見てもらうと空港があってで空港から町の方に行くんですけど、はい、でこの辺りっていうのが空港とは反対の町を越えて反対側にあるんですね、はい、なので、空港から町の方に向かってきて海を沿って町を見ながらこう町を越えてもう少し行くと、このレストランがあるっていうところなんですけど、こいつに言わせると、カリアリでも一番有名な、レストランだ、新鮮な魚介類が食べられるっていうところで、名前がですね、イタリアってちっちゃな地域の方言がすごい強いんですよ。例えばミラノの周辺で、周辺100キロぐらい行けば何十個も方言が、微妙な方言も含めるともう全然わからないようなところもいっぱいあるみたいで、でこれねサルデーニャ島の方言らしいんですよね。で、看板のあるところで見るとスーディガス・シキローニとかっていうと思うんですけど、全然意味が分からなくてで、教えてくれたんですけど、多分結婚式で酔ってたんで全然覚えてないっていうところなんですけどでですね、まずこの辺りで結構一般的に食べるのがイソギンチャクなんです。イソギンチャクをねフライしてるんですよ。あ、この黒い部分のものですか？真ん中のやつです。うん、真ん中のやつ。あれイソギンチャクのフライなんですよ。すごいですね、これは結構美味しいというか、嫌味もとか全然ないし、口当たりがなんかくにゃくにゃしてて、最初食べた時、美味しいなこれ何みたいな感じで、すごい非常におすすめです。あんまりその嫌いになる人はいない味だと思うんですよね。すごい痛くなりますね、この写真だけで、いや本当ね、でいろいろ食べてすごい美味しいんで、やっぱりそのサルデーニャ島で多分1番とか2番とか有名なレストランだと思うんですけど、そうするとそのサルデーニャ島の美味しいお酒とかを いっぱい仕入れてるんですよ。例えばスパークリング系ワインでいくと、イタリアってスプマンテっていうのがあってで、フランスでいうシャンパーニュみたいなイメージなんですけど、で、それって産地限定なんですよね。北の方で伝統的な方法を用いて作ったスパークリングワインがスプマンテっていうんですけど、で各地でそういうスパークリングワインを作っていて、サルデーニャ島でもなんかすごい一番美味しいやつだ、これもう島から出ないみたいな、本当限定生産みたいなのを出してきてもらって。ですごい美味しいんですよ。もう全てが美味しくて、これもう本当ね日本人におすすめだと思うんですよ。で、カリアリまで行く人がやっぱそんなになかなか行ける時間もないと思うんでちょっとあんま行けないと思うんですけど、行ったらさらにちょっとカリアリの市内から離れてるんですよね、なのでなかなか行ける機会はないのかなと思うんですけど、ぜひぜひおすすめというか、もう結構感動するぐらいで、ここに食べに行くために私もう一回行きたいなと思ってで、離婚して早く次の再婚してくれよみたいな話をしてるんですけどで、あんまりにも美味しいんでね、ちょっと珍しいもの食べてみようっていうんで頼んだのがこのうなぎなんですよ。そういうことですか。で、うなぎって世界で、そんなにポピュラーではないと思うんですけど、日本がポピュラーで、中国もうなぎの燻製とかで結構あったりするんですけど、日本で慣れてるとちょっと臭みが強いなっていうのはあるんですよ。で、ヨーロッパでもうなぎを例えばスペインなんかでなんか煮込んだりとか、あるいは海沿いとかだとうなぎの子供をオリーブオイルであえて食べたりとか、そういうのはあるんですけど、まあまあ、一定の大きさのうなぎをこう美味しく食べたっていう経験は日本以外ではないんですよね。はい。ついでだし、まあ食べるものを食べたし、こうついでだから、はい、でうなぎ美味しいよっていうから頼んだんですよ。はい。これが本当にすごい感動するぐらい美味しくて。そうだったんですか。うん。臭みもないし、これ一応一匹をこう串で巻いて焼いて串を抜いて出してくれるんですけど、はい、なんか日本だとこう臭みを抜くためというか、なんか裂いて蒸してとかいろいろやるじゃないですか。はい、なんかあんまそういうのもやってる雰囲気ではないんで、これなんでこんなに美味しいのっていうのをいろいろ聞いたんですけど、はい、単にまあいい素材を買ってきて焼き具合とかそういうのに秘訣があるのかなという感じなんですよね。唯一本当に日本以外で美味しいうなぎを食べられたっていうのがここです。あ、そうなんですね。うん、ぜひ行って。はい。ヘビですかっていう話を。ちょっとびっくりしてしまいました。私は見た目に。はい。はい、でも本当ね、うなぎってまあ食べ慣れない人から見ると、まあヘビもううなぎも同じようなもんかもしれない。日本だとね、うなぎ、アナゴっていうのが結構一般的だからあれですけど。そうですね、確かに。うん、はい。ぜひぜひおすすめ。で、サルデーニャ島ってやっぱワインはすごく美味しいのがあるんですけど、まあ商売っていうところはこう浸透していなくて、例えばね、イタリアのもう一個の島であるシシリア島っていうのがあって、で、ここはね、ワインの販売とか、まあ、島全体で力を入れていて、何年か前の、そのイタリアのいろんな地域のワインのこう成長率、いわゆる販売量の成長率っていう意味では、シシリア島が圧倒的だったんですよね。でも、日本にも相当入ってるんで、シシリアのワインを飲む機会って結構多いと思うんですよ。はい。で、サルデーニャ島ってさらに少なくて、でサルデーニャ島から出るワインっていうのも少ないし、日本でもそんなないんじゃないかなと思うんですけど、はい、でこの、非常に面白い赤ワインがあって、まあ、ここではね、はい、白ワイン飲んだんですけど、この赤ワインって私イタリアの別のお店で紹介してもらって、で美味しいなと思ってるんで、ぜひなんか機会があれば、日本にはまだ入ってないのかなと思うんですけど、でこれがまあ、カービルネ・ソービニョンとシラーを使っていて、で、私、シラーを使ったワインってすごく好きなんですよ。美味しいなってワインで最初に思ったのが、シラーを使ったワインで、それがもう学生の頃なんですけど、で、未だにね、シラー 100% 飲みますし、すごい好きなんですよね。例えば、まあ、フランスで有名なところでいくと、南の方の、シャトーのフトパップっていうのが多分聞いたことあるかなと思うんですけど、あったりとか、オーストラリアのシラーも美味しいですし、こう、はい、香りというか、スパイシーとかっていう人もいると思うんですけど、それをうまく作ると、非常に美味しいワインができて、で、これがお店の人に言わせると、珍しいワインなんだよって言われて出してもらって、実はどこでも買えるようなワインなのかもしれないですけど、なので、まあ、機会があれば、こういうのもね、はい、楽しんでいただければというところです。結婚式の後は、島の、また反対側の方に来て泊まって、海の風景とか撮ってるんですけど、まあ本当にサルデーニャ島の首都とはいえ、ゆっくりした感じ、もう全然別世界というか、そんな感じで、まあ美味しいものを食べて、こういうゆっくりして、で、街の中の写真もあると思うんですけど、はい、参拝してるみたいな、こう古い街の、独特な雰囲気の中を、レストランがあったりとかするんで、まあ楽しめるんじゃないかなと思うんです。イタリアの中ではね、サルデーニャ島っていうと高級リゾート地に分類されるようになっていて、で、まあカリアリとは反対側の方の海がね、グリーンのエメラルド色をしている海って言われていて、なので、まあ、イタリアのお金持ちの人たちは結構夏はそこで過ごすみたいなのが何年か前の流行だったんですけど、はい。まあいいとこですんで、こちらもぜひ。というところです。どうですかね。とりあえずなんか面白いのは面白いでしょ。面白いです。なんか役目引きしてるみたいな感じに取られると嫌なんで、お店の名前を出すこととかってほとんどなかったんですけど、はい、観光客としてはやっぱどこに行きたいのみたいなのってあると思うんですよね。なので、まあそのあたりは出していくし、まあ自分も本当にどこでも一人で行って、レンタカー借りて、お店って例えば1週間いれば1週間毎晩通ったりとかするんですよ。なんでかっていうと、まあいろんな面白い話も聞けるし、結局その1週間いた時に、まあ2つ欲望があって、一つのお店で仲良くなりたいのか、いろんなところを見てみたいのかっていう欲望が2つあるじゃないですか、旅行行くと。はい。で、私結局、なんか仲良くしたいっていう方が強いんですよ。はい、なので、大体自分一人で行けば、なんか毎日同じようなとこ行って、その人たちと仲良くなって、なんかいろいろ話聞いて、みたいな感じで、普段の観光の人たちが行けないようなお店とか、っていうのは結構あるだと思うんですよね。で、行ってみたら本当に喜ぶだろうなっていうのは、いろんなお店結構多いと思うんで、まあそういうのも含めて、裏側というか、そういうのを話していければなという感じなんですよ。はい。はい。